よし。見て、浮いている床の上に最後の仕掛けがある。まずは床を元に戻す方法を考えてみて。やっ、ほっと。うん、痛みつけてほしい。よくやった、偉いぞ。それにしてもこの大量の仕掛け、ずいぶん手が込んでいたね。罠です、気をつけてください。よし、行こう。はっ、これも音の力に。大丈夫、昼夜健康。ファミリーも恐れぬ。どう、これでどう。行くよ、これも俺の力に。任せて、逃げ場などない。どうはい、旅を共にしてきたこれが私と世界のつながりを証明してくれる。3つの溶岩を全て破壊できた。よし、石門のところに戻ろうか。神格がある部屋への道も開いたはず。何千年もの間、人の姿勢と一切関わらなかった祭主が
なぜ特例を作ったのだろうか。脅迫者、神格はあなたに預けよう。この先はあなたと今世だけで行って。
忘れたの？わらわは案内人。船を漕ぎ山に入り、あなたを今世のもとへ送り届け、そしてあなたと今世に妻子との対面を果たしてもらう。この局面を作ることがわらわのしてやれるすべて。案内は干渉ではない。どんな結末が訪れようとも、それはあなたの決めること。あと、フラクトシデスの下っ端がしつこいでしょ。道をきれいに保つのも仕事というわけよ。その通り、あなたこそフラクトシデスの真の狙い。どこで何をしていても奴らの監視から逃れることはできない。とにかく今の上昇さんにはあなたが必要だ。ならばわらわもこの番のふさわしい場所へと赴こう。あら、行ったそばから。挨拶としては少し失礼だよね。ここは一つ教えてやろう、交流の礼節を。勝利は大した相手ではありません。先生のことだから賞賛があるはず。ここから先は奴らに襲われることもないでしょう。これも腕の力です。大事にしないとね。歴史を感じるね。
歴史を感じるね。これは予想外ね。大事にしないとね。コンレイン様です。コンレイン様がお戻りになられました。すぐ神医様に報告します。流民邸は開かれました。ですがここを立つ前に大事な話があります。はい、調理の予想通りフラクトシデスは食帝の研究を利用し祭祀を休眠地に閉じ込めたようです。素粒器を用いたのです。捕虜を問い詰めた結果フラクトシデスが手先を上昇山に送り込んでいたことが判明しました。その目的はすでに起動した素粒器を流民邸に設置する機会を得るため、それと上昇山に戻ってくる祭祀と接触するため。もちろん奴らごときに祭祀は倒せません。
ですが、少しでも祭司が力を使えば、その共鳴能力は素粒子とぶつかり合い、逆に自身を傷つけてしまいます。奴らに改造された素粒子であれば話は別。大量の素粒子から放たれた限界以上の一撃によって祭司は傷を負いました。もちろん祭司を苦しめたのはこれだけではありません。奴らは素粒子と羊毛を用いて流民艇の中に祭司の回復を阻害する力場を形成させたのです。その力場のせいで祭司はだんだんと力を失い、ついにあらゆる行動が制限されるようになってしまいました。つまりまず力場の影響を除き、他にも問題はあります。高賃の民は祭司と日々を共にしてきました。だから祭司の状態を多少なりとも感じることができます。そんな祭司に手を出した奴らの計画が上昇山だけにとどまるとは考えにくい。二人がここへ来たのも何か訳があってのことではないのですか。高賃の民のため全てを教えてください。はい、全てを伝えましょう。祭司はもともとひどい傷を負っていた。そこをフラクトシテスは狙ったのですね。それにあなたがそんなことまで考えていたとは。確かに祭司は人知を超えた存在です。でもあなたを上昇山から変天に送った理由は私を含め誰もが理解できませんでした。今考えてみれば、あなたを継承者として選んだのは、いずれ時の秘宝を修復し今州を存続させるためだったからなのでしょう。ただ私は予想外でした。あなたがその予言を受け入れるなんて。祭司と初めて対面したのも確か上昇山ですね。あの頃の世は幼くて何も覚えていません。けれどこうして上昇山に帰ってみれば、目に映る全てが懐かしく感じます。灰がかぶった記憶が一瞬で呼び覚まされたような気分です。神医様、世は生まれた時から祭司と命を共にしました。しかし世の決断は祭司共鳴者として下したのではありません。それは死の願い、あの時の上昇山の雪で心を踊った私の心からの願いです。上昇山に産み落とされた小さな種があちこちへと流され、ようやく最初の場所に着いた。芽生えの時が来たのです。
忘れないでください。あなたがどのような選択をし、どのような結末を迎えようとも、私もコーチンの民もあなたの味方です。確かにこの上昇祭には変化がなさすぎました。立ち込める霧を払うには天をも貫く雷が必要なのかもしれません。コーチンを出て北へ行くと、流民艇への抜け道となる洞窟があります。流民艇の場所は竜をかたどった柱の真下です。二人ともくれぐれも気をつけて。祈りですか？世が必ずや答えましょう。この旅に向かうのか？新しいよ。お前の助け。